ございます。どうぞこちらです、はい、どうぞ。戸村フーズ、まあ、現在代表取締役であります戸村義盛様が、東日本大震災の早期復興を願われてですね、被災された方々の少しでもお役に立てばということで現金をお届けにわざわざおいでいただきました。元にの生活ができるように、まあ、わずかな現金でありますけども足しにしていただいて皆さんに喜んでいただければということで今日はお届けに上がりました。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。市民を代表して心からお礼を申し上げたいと思います。きちっとお役に立てるようにちゃんとお渡ししますのでよろしくお願い申し上げます。何かこうしなきゃいかんということを考えましてですね、タレを送ってみたってこれはもうどうしようもない。牛を10匹ばかり送ってもどうしようもない。やっぱりこれは義援金が一番いいかなということを考えまして今日はお届けに上がりました。そうですね、やはりこう一刻も早くですね元の生活に多くの方が本当に苦しんでおられますね。もうそういう気持ちで、まあ、本当にささやかでありますけども、まあ、そういう気持ちでも考えてですね、今日は伺った次第でございます。